今夜は返さないぜ。今夜は帰れないぞ。はい、ということで今日のテーマはですね、はいはいはい、こちら見ていただくと分かると思うんですけども、うん、お酒です。お酒です。お酒です。これね、ちょっとね、あ、何、泡盛とか焼酎っぽい感じで、うん、レディオでござんす酒、ちゃんと上の音楽の味、音楽の味、いいでしょう。うまいね。そうそう、相変わらずうまいね。レディオサイエンスのお酒ですけど、うん、そんな感じで今日はですね、テーマお酒で、はいはい、語っていきたいなと思います。今日はですね、これジャスミンティーを買った。そうですね。ジャスミンティーをおしゃれいな感じでね。まあね、早速こちらになっちゃう。はいはいはい、そんな感じで、はい、今日はお酒について、前回読みませんでしたけども、うん、まなみさん、はい、ござんすのテーマ秋、私はですね、もうもっぱら飲酒の秋になりそうです、かっこ笑いということで、うん、芋焼酎が好きらしいですけどね。はい、さこちゃん好きなお酒ありますか？好きなお酒はもうずっとビールです。ビールね。僕はもうずっとビール、ずっとビール、十何杯ビール飲んでビールってそれ最初の1、2、3ぐらいまで、うん、美味しい。でもビール4杯目ぐらいから、あの、味が分からんくらいなのに、たっけえビールばっか飲むんだ。そう、うわ、もう、あ、やばい、腹いっぱいになってきたと思ったら、うん、梅酒を頼んで、またビールみたいな。もう一生ビールです。そっか、俺結構お酒好きなんですけど。好きですね。最近はね、あのブログにも書いてきましたけど、泡盛を飲んだりとか、ほんと最近になると、あの、冷凍庫にウォッカ入れといて、ウォッカを冷凍庫、ウォッカは凍らないんですよ、冷凍庫ぐらいじゃ。で、それをこうちょびちょびやる、ちょび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 やっちゃう、まあストレートでね、とちょっとトロッとして、強いんですよね、酒がね。普通よ。いやー、ルーさん普通やから俺弱いよ。サコちゃん、まあ一緒に飲んだことも結構ありますけど、結構飲みますね。サコちゃんの失敗談はね、すごいよね。一回俺にブチ切れたことがあって、もう突然、まあ、飲み会でこう何人かいるんですけど、うん、俺がこう飲んでたら、サボちゃん静かだなって、いつもうるさいですからね。そうそうそう。で、バケやねんって。で、そんなサボちゃんが静かだから、はい、どうしたんだろうなって、酔っ払っちゃったかなと思ったら、突然こっち見てるわけ。うん、何と思って見たら、いきなり、何や何やねんつって、いきなり、嘘やいきなり喧嘩打つ。嘘やほんとだよ。それで、俺もちょっと酔ってるから、うん、もう言葉遣いが悪いだけで、あみたいな。まあ、なりますよね。そう、俺に言ってんの。普段言いませんからね。そう、サボちゃんが、あ、どっちじゃないあみたいなこと言ってるから、普段はもうこっちはプシーンですよ。普段はだとしたら何ですか。そうそうそう、何ですかって。でもまあ飲み会の席だし、ここでね、うん、パンチとかやっちゃったらもう俺終わっちゃうから。俺ピアノ弾けんくなるから。そうそう、ペダルも踏めんくなるから。この肩この辺ちょっとブクッとするね。そんな感じでまずいから、まあお酒の席だし、お酒で最後に勝負しようじゃないかっていうことで、まあ日本酒を何本か並べて、おちょこ置いて、まあどっちかがギブアップするまでおちょこで一気をし続ける。そう、もうそれきついんすよ。もうでもそれも俺もでいいよなみたいな、うん、喧嘩売られてるから、うん、じゃあ喧嘩売るならお酒で勝負しようっつったら、うん、ええー、全然もう風邪いっちゃっていっちゃって、うるせえ。そんで、うん、こうパン飲んでパン見てついてパンって4、5杯目ぐらいでサコちゃんがこのままお酒持ってクソクソもうね、クソっていう人間初めて見たから漫画じゃクソ、あのベジータとかのね、よく吐くセリフですよね。そうそうそう。で、その後これだけが終わんない。クソっつって、この後これも勝ったなみたいな、潰れやがってみたいにしたら、このままごめんなさいごめんなさいごめんなさいっつって号泣すごかったよ。もうね、
ひどかったよ。ひどい、もう全然覚えてない。で、最終的にこう2人で抱き合って、さこちゃん大丈夫だよって、大丈夫、分かってる、お前辛いの分かってからって。何が辛いみたいな。そうそうそう。で、あれですよ、次の日家の前までわざわざ来てくれて。そうそう、だってさ、おかしかったんだもん、うん、で、さこちゃんどうしたんだみたいな、最近なんか辛いことでもあんのかみたいな。え、何がみたいな、こっちからしたら何も覚えてないから。初めてキレられたからさ。なんか溜まってんだろうなと思って。なんでキレたの、未だに全然覚えてない。携帯なくしたりとかね。携帯は、その時じゃない、その時じゃない、ね、うん、あれだ、あれだよ、こう別の話なんで。突然また飲み会してて、そしたらサコちゃんバーンって立って、一人バーンって立って、へってみんな見たら、いきなり「帰」っつってピリって出てっちゃって、いきなりよ、いきなり。しかも4時ぐらい、始発ない、始発ないのに一人で帰っちゃって、もうみんなはトイレ行ったと思ってるんだけど、その後一向に帰ってこないから、すっげえ心配した。で、携帯なくしやがったじゃん。そう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 。しかもあれなんですよ、4時に出て、その時の記憶はないんですよ。で、朝7時ぐらいに、なんか、あれなんですよ、ローソンの前にいたんですよね。ローソンにふっと気づいた。そうそう、あれ、俺、なんでローソンにおるんやろうとか思いながら、しかも、あれ、なんか携帯ないぞ。携帯ないぞって思ったのに、探さずそのまま家帰って寝たって。もうね、ま、もう空白の3時間、空白の3時間、本当に。いやー、まあまた飲もうよ。まあいいですよ。そう、あ、今度あれよ、ウォッカのストレート。もうウォッカとかもう無理無理。日本酒でいいです。日本酒を一気なしのちょびちょび飲みます。ちょびちょび。あ、いいよいいよ、うん、俺あれだよ、別に飲ませ屋じゃないから。いや、飲ませ屋じゃないって。飲ませ屋じゃないって。あれ、そこちゃん飲まないのみたいな。違う違う違う、常に。いや、でも女の子には優しい。女の子には優しい。出た、男女差別出たで。で、さこちゃん、さこちゃんって、あれ、あれ、さこちゃん残ってるね。さこちゃん残ってるけど、どうする、次。そう、もうおちょこに水が残ってようもんなら、もう常に、あれさこちゃん、あれさこちゃんみたいな。もう結構さ、学生の飲み会とかってこうお茶碗で日本酒飲んだりするから、うん、まあそれに比べたら、比べおちょこなんてあんな大きいです。いや、もう普通と比べてくださいって言って。まあまあ、はいはい、まあ、そんな感じで今日もそろそろ時間ですけども。早いですね。早いね、うん、いいね、お酒は。俺の失敗談しか話してない。まあ今は、さこちゃんの失敗談俺が話すって。いや、今はでもマシです。まあね、もうあの意見があってから大丈夫、俺がちゃんと崩すからさ。ということで、第今日は7回かな、7回です、ね、あ、数字書きやすい、ちょっと、あ、はい、7回目お酒でしたけども、はい、他にもメールがですね、来てるんですけど、運動会、体育祭とか、あと文化祭とか、もうそんな季節ですよ、ね、10月ぐらいになってくるんですね、うん、その辺の話を次回したいかな思いますけど、皆さんからの体験談とか、うん、あとなんかね、文化祭とか行事ごとに関する質問とか、うんうん、まあ今日の、ね、まあ、あとは俺はもうね、これをどうしてもやりたいんだけど、恋の相談をしてきてほしい、ま、してきてほしい。どうしたらいいですか。あ、で、文化祭で告白するとかさ、あるじゃん。ああ、そっか。そうそうそう、そういうのもちょっとね、すごいちょっと待ってるんで、うん、ぜひ8回目そういうメールも送ってきてください。はい、ということで、第7回レディオでござんすでした。ありがとう、バイバイ、バイバイ。